ライフサイエンス統合データセンター、略して DBCLS の中里です。本日はミゾミックス遺伝子データと博物館データの融合に向けてということでお話をさせていただきます。我々 DBCLS のミッションというのは、生命科学系のデータを使いやすくするということがミッションになっています。ライフサイエンス系のデータというのは、例えばどういうのがあるかというと、塩基配列であったりとか、論文系のデータであったりとか、あと、NGS って書いてますけど、これは、次世代シーケンサーの略で、まあ、いわゆる実験結果のデータですね。これらのデータをこうデータベースとして集めたりですとか、検索エンジンを提供するっていうのが、まあ、世の中的に、なされていますけれども、これらのデータを使いやすくするっていうのがミッションになっています。具体的にどんなデータが入っているのかっていうのをちょっとお示ししますと、まず左側のが遺伝子のジェンバンクのデータっていうもので、まあ、例えばどういう遺伝子ですとか、どんな生物で、文献はどこに載っていて、で、ここに、まあ、いわゆる ACGT のですね、DNA の並びが書いてあって、それをアミノ酸に載せたアミノ酸、情報っていうのが書いてあったりします。で、右側は先ほど言いました次世代シーケンサー実験のデータで、いろん、たくさんの、DNA 配列を一度に、解析できる、出力できるような実験なんですけれども、そういう実際に機械が出力するデータの他に、DNA データの他に、どういうプロジェクトで、実験をしましたですとか、どういうシーケンサーで、どういう処理をして、そのサンプルデータであるとか、あとはその実験に用いた、資料ですね。人の、例えば、肝臓のサンプルを使いましたよっていうね、そういう実験情報をメタデータとしてくっつけてあるというようなデータが、例えばあったりします。で、世の中的にこういうデータがどういう扱いをされているかというと、アメリカの NCBI というところと、ヨーロッパの EBI というところと、あと日本の遺伝系の中に DDBJ というところありますけれども、これらが INSDC というコンソーシアムを組んでいるので、主にこの3つがデータを集めています。で、例えば、これらはデータを交換し合っているので、 DDBJ に登録されたデータも NCBI で、検索ができるというふうになっています。で、我々 DBCLS はこの DDBJ と同じ情報システム研究機構の下の組織でありますので、DDBJ を集めるのがお仕事で、僕らは、それらのデータに対してサーチエンジンを作ったりですとか、チュートリアルムービーを作ったりとかして、データをよりよく使ってもらうということを、まあ、活動としているわけです。で、実際にどのぐらいのデータがあるのかっていうのを、まあ、ここでお示ししてますけれども、例えば遺伝子のデータで、そこのヌクレオタイドで、4億4400万ですか、であるとか、ゲノムだとだいたい5万9千ぐらいですとか、それから遺伝子数だと、3000万ぐらいとか、ここに文献がありますけれども、文献だと3200万件。これはアブストラクトだけですね。タイトルとかオーサーの情報とアブストラクトだけ。で、全文読めるやつだと670万件ほど入っています。で、実際シーケンサーの実験だと1300プロジェクトが入っているというような状況になっています。で、基本的には今の NCBI、EBI、DDBJ の枠組みでデータ集められてるわけですけれども、特に2000年代ぐらいに、まあ、今は懐かしいミレニアムプロジェクトっていうのが立ち上がって、ここで多くのゲノムを読むというような、ことがなされました。しかし、まあ、一般的に、日本のプロジェクトっていうのは3年3セットとか、5年2セットで終わりますので、だいたい2010年を前にして、お金が、切れていって、で、さらにこう5、6年経っていくと、せっかく取ったデータが入っていたパソコンも壊れて、データごと、こう、天に召されていくというような格好になっているわけですね。で、文科省の方でもそういう事態を重く見て、統合データベースプロジェクトっていう国のプロジェクトを立ち上げまして、僕らの DBC ですが、それの受け皿として、それをまあ採択する形になって、そういうまあ死に行くデータを永代供養して、拝めるときに拝めるようにするっていうような活動を、まあ、ここ10年来しているという感じになっております。
つまり、まあ我々はツールとか、データのまあリサイクル事情みたいなことをやってると、いうふうにまあいつも説明をしていたり、するわけです。で、ここまでは僕らの話だったわけですけども、先ほど生命科学系のデータについて使いやすくするのが僕らのミッションであるっていうふうに言ったわけですけども、それはちょっと誇張がありまして、というのは、我々のターゲットとするところは、いわゆるバイオインフォマティクスっていうもので、いわゆる DNA データですね。DNA データを情報として捉えて、成り立っている学問がバイオインフォマティクスですけども、ということは DNA に密着した学問の部分っていうところが、まあ、このバイオインフォであるところの我々が、カバーするところになってるわけです。そうすると、まあ、分子、細胞、臓器、個体レベルぐらいまではまあカバーしてるわけですけども、もうちょっと上のレベルの、例えば集団であるとか生態系、まあもちろんその、進化であったりとか、適応、まあ例えば魚類が適応し、ある環境に適応していくような研究も、まあ DNA で説明している人いるので、この辺もちょっと多少入ってるわけですけども、まあ主にこの個体から小さいレベルっていうのを、まあ我々は相手に、してきたわけです。で、一方で逆にこういう生態系であるとか、個体間、まあ、あるいはその、各個体レベルのデータを、対象に研究をしている人が、いまして、まあ、特に博物館であったりとか、にいるわけですね。で、それらのデータっていうのも着々にと蓄積されていて、で、それらのデータを、対象にして、まあ、成り立っている、その、いわゆるインフォマティクスの部分は、バイオインと、まあ、並び立つ形で、バイオダイバーシティ、インフォマティクス、生物多様性情報学っていうような、名前が、ついています。で、今回、私たちが目指しているのは、まあ、この二つを融合させて、まあ、より広い、生命科学系の、まあ、データの、まあ、世界を作っていこうというような、活動をしてきました。っていうのがこれで、まあ、端的にはこのミゼオミックスっていう言葉があって、こういう形で、まあ、ちょっとやらさせていただいてるんですけれども、どういうものかというと、まあ、標本情報ものですね。と、あとシーケンス情報、まあ、いわゆることっていうんですか、の融合を目指すっていうような、ことになっています。まあ、端的には、一つの例ですけども、博物館標本をシーケンシングすることで、新たな分野を開くというような、まあ、具体ではちょっとこの後述べますけれども、まあ、このロイス ES ジョイントの枠組みの中で、研究会を開かせてもらったりですとか、あとは実際にちょっと博物館データ、博物館標本をちょっと試験進行しようということも最近やっています。まあ、ここになんかちょっと偉そうに研究会って書いてますけれども、別にその、資金とした組織があるわけではなくて、まあ、ここにある、ま、私の他に東海大松村さんとか、七瀬武藤さん、東大の小寺さん、あとちょっと面白いのが、この国立科学博物館の細谷さん、林茂さんあたりも混ぜて、まあ、学会でみんなが集った時に、ちょっと、それにくっつけて勉強会をするとか、まあ、あとはね、ネット、経由でちょっと、情報交換をするというような、ことをやっていたわけですけれども、まあ、今回この、ロスディースジョイントの、補助のおかげで、まあ、例えば地方から、面白いネタを持っている人などを呼んで、実際にそのセミナーをしてもらうというようなことが、できたということになっています。で、このミゼオミクス研究どんなのがあるかっていうと、まあ、ここにちょっと3つぐらい例を挙げてますけれども、まず、この一番上が、汚れ粉肌っていう、まあ、こういう海藻が、あるわけですけれども、まあ、ある人が、この、太平洋側だったかな。で、こういう海藻 を採取したわけです。で、実際にどんな種類かっていうのを確認したんだけど、どうも合うのがなくて、でもなんか、博物館の標本を見ると、もうすでに絶滅したと思われていた。しかも、日本海側で、海でいう反対側のところに生息していた、この汚れ粉肌っていうのに、まあ、似てると。で、実際にそれを確認するために博物館標本を NGS、まあ、次世代シーケンサーかけて、DNA 配列を読んで、プラス確か、この場合だったらこの標本から、さらに培養して実際の個体まで復元させて、
比較検討もしてたような気がするんですけども、そういう形で、まあ、博物館の標本と比較をすることで、実際にその採集した、まあ、サンプルが、この絶滅したと思われていた汚れ粉肌であるっていうようなことを証明したっていうような論文になっています。で、2番目は、カワウソですけれども、確か四国のカワウソの標本があって、まあ、中国の方には、まだ、カワウソは生きているわけですけども、日本一を絶滅したと言われていて、で、日本のカワウソを、まあ、実際資源差で、DNA 配列を読んだところ、あと、それで中国とのカワウソと比較をしたところ、まあ、その遺伝的な近さというものが出てくるわけですけども、一応その日本固有種か、まあ、もしくは種ぐらいの離れているっていうことが、まあ、シーケンスをすることで分かってというのが論文になっています。で、3番目がいわゆる縄文人ゲノムで、まあ、この場合福島から見つかったものですけれども、こういう、まあ、縄文人は割と比較的新しいかもしれないですけど、まあ、いわゆる原人であったりとか、まあ、そういう、まあ、ちょっと古い年代の人間っていうのは、まあ、人っていうのは、まあ今生きている人とは当然、異なるところが多少あるわけで、そういうのを解析することで、まあ、進化とか、進化というのかな。まあその、人の集団が移動してきたであるとか、そういうところを、まあ、解析するっていうような、これも博物館に人骨が収められているので、まあそれをシーケンスしましたっていうような、仕事に、なっているわけです。じゃあ実際にその生物多様性データっていうのはどういうのがあるのかっていうのをまあちょっといくつかご紹介したいんですけど、まずその生物多様性データで一番大きいデータっていうのは GBIF っていうものになっていて、でこれはそのオカレンス情報っていうのが入っています。で、オカレンス情報って何かっていうと、まあ目撃情報ですね。まあ特にその鳥であったりとか、が、ある場所で、いつどこでどういう人が、何を見たかっていうのが、記録されているようなデータになっています。で昆虫みたいに捕まえられるものだったら、あとも植物だったりすると、まあ、それを実際に捕まえて標本に、なっていたりもします。で、こういうデータが今16億5千万っていうんですか、入って、この GBIF に入っていて、今ここには長崎アギハっていう、まあ、アギハチョウの仲間が、のデータが書かれたわけですけれども、この下のところにスライダーがあって、年代絞ることで、年を追うごとにだんだんこういう、もともとこれ南方系のアギハだったんですけど、今関東でも見られて、そういうのがまあ年を追うごとに分布が向上しているっていうような解析も、可能になっています。で、次がこの文献データベースの BHL、バイオダイバーシティヘリテージライブラリーというもので、これは今左上にファーブル昆虫記1923年出た、いわゆるフンコロハシのものが、まあ、きちんとテキストと、こういう図版もともに見られるようになっていて、これは例えば右下には、ランの図録ですかね、図鑑図版みたいなのが、まあ、スキャンされて公開をされているわけです。で、ここにまあテキストあるわけですけど、ここに、なんか登場する、まあ、この場合、フンコロガシの昆虫が出てきたら、昆虫の名前が、まあ、この場合はちょっとノットファンダになってますけど、書かれていて、でそこから、当該生物種が登場する文献っていうのも引けるようになっています。他にもデータベースがいくつかあって、カタログオブライフっていう生物種名のデータベースだったりとか、もしくはそのエンサイクロペディアオブライフっていう各生物の様々な情報が集めたデータベースですね。例えばそのアゲハチョウがミカンを食べるっていうようなデータだったりとか、どこに生息しているとか、あとこういう写真ですね、が集められたっていうようなデータベースになっています。でこれらのデータっていうのも、やはりそのスタンダードっていうんですか、標準化しようっていう動きがあって、それのスキーマにあたるのはこのダーウィンコアっていうのになっています。でこのダーウィンコアっていうのはもともとあったダブリンコアっていういろんな世の中のデータを記述するための、標準仕様のこの、名前をもじってダーウィンコアっていうのがあったわけですけれども、技術的なそのセマンティックウェブ技術っていうものを使っていまして、まあこの辺りはちょっと後で説明しますけれども、我々 TBCLS ではそのいわゆるバイオインフォのデータをこのセマンティックウェブ技術を用いて、
まあ、バイオインフォのデータの標準化と方向化を行ってますので、まあ、生物多様性の方もこういう、セマンティック技術を使っているので、まあ、技術的に合わせるのは割と楽であるという感じになっています。で、この標準化の様子っていうのはこの右下に図で書かれていて、まあ、どういう、まあ、タイトルがこうあって、まあ、いろんな枠組みがあるんですけど、まあなんかいろんな、まあ例えばどういう著者が、著者の書く欄はここですよとか、年代をこういうふうに書きましょうっていうのはまあこう決められていて、それに従ってもいろいろ書かれているという感じになっていて、で、生物多様性情報だと、まあ例えばオカレンスだとさっきの GBF だったり、文献だったら BHL とかこのウィキデータですね。研究情報は、社保情報はオーキッドとか、まあその他もろもろとりあえずウィキデータに入れておくと、でこれ、セマンティック技術で全部こう、枠組みが決められているので、まあ、検索なり、標準化が自動的になされるというような感じになっています。で、そのセマンティック技術は何だろうっていうことなんですけれども、ちょっと英語で恐縮ですけど、まあ、簡単に言うと、こういう、今まで表形式でいろいろそのデータが書かれているわけです。こういうラベルであったりとか、このバリューの部分ですね、の標準化を、まあ、ある程度きっちりさせましょうみたいな感じになっていて、まあ、この場合だったら、まあ、例えば属名、種名で分かれてるわけですけども、ある、ものっていうのを、まあ、一個 URL で、指し示すようにして、で、こういうなんか、ラベルとかバリューのところも決めていきましょうっていうようなことを、まあ、このセマンティック技術で、やっています。で、まぁ、あ、ちょっと、この辺はちょっと時間がないので飛ばしますけれども、具体的には、この RDF っていうリソースディスクリプションフレームワークっていうふうに、技術でなされるわけですけど、もともと先ほどのように表で書かれていた、まあ、僕らも昔はよく表で入れていたし、今でも実際そうだと思うんですけど、そうするとある表のこことここの列を別の表の、この列と、一緒ですよっていうような情報をやらなきゃいけないので、そういうのを簡単にするために、2のまあ2つの列を二項関係として取って、その二項関係でデータを記録していくというような感じになっています。で、まあ、具体的にはこういうキアゲハが、まあ、このフェンネルを食べるっていうような、主語、述語と、あとその関係性みたいな感じで、まあ、書かれていて、で、おのおのはこういう URL の形で書くから、アゲハ、食べる、フェンネルっていうような感じで、貯めていくという格好になっているわけですね。で、中のバリューのところも、こういうオントロジーっていうのを用語を用いましょうということになっていて、オントロジーっていうのはまあ簡単に言うと、この、まあ、日本語で言うと統制語彙なんですけど、まあ、もうちょっと平たく言うとキーワード集で、ただのキーワード集ではなくて、それが階層構造になっていて、この場合だと、まあ、ある、これはキアギアかな。昆虫の中の、臨種目、蝶目の中のアニハチョウ科のパピリオ属のキアギアっていうような感じで、まあ、物事の用語が決まっていて、それは全部階層構造で管理されているっていうのがオントロジーになっていて、それもやはり URL で示せて、先ほどの RDF の形で、書けますねっていうような、感じの管理をしているわけです。で、まあ、実際にその統合、ごめんなさい、標準の仕様のところがですね、ダーウィンコアっていうふうなもので決められていて、で、この場合だったら、いついつだったりとか、この辺が場所ですけれども、それの、いわゆる表でいうところのラベルにあたるところがこう決められていて、で、この中にいろいろデータを埋めていくと。ということが決められています。いつ、どこで、どういう人がどういうのを見つけて、で、その生物の状態がどうであるのかっていうのを、まあ、キーワードで、決められているという格好です。で、我々がやろうとしているのは、その DNA データとこういう生物多様性のデータを、まあ、くっつけるということで、その端的な例が DNA バーコーディングっていう例になります。で、これは、ある生物のミトコンドリアのある領域だったりとかを、まあ、シーケンスすることで、その生物の、まあ、正体ですね。
ユニークなところを取ってきて、見かけ上よく似ていても、その DNA で生物を判別するための、まあ、いわゆるバーコードの部分をデータベース化しようっていうところですけれども、データがですね、NCBI のジェンマークっていうところと、あと、DNA バーコーディングのデータであるとこのボールっていうところに、まあ、両方入っていることになっています。で、ジェンバンクの中でその生物多様性技術がどうなっているのかっていうのをちょっと抜き出してみると、まあ、バーコードの配列の中にちゃんと、スペシメンバウチャーとして標本の ID であるとか、ボールドの ID もこう書かれています。なんですけど、なかなか実際そのボールドとジェンバンクをガッチャンコさせるのは難しくて、これは、一番複雑な例なんですけど、ボールドとジェンバンクと両方登録してるっていうのがあって、っていうのは、標本情報をいろいろ書こうとするとボールドに入れなきゃいけなくて、配列の情報をいろいろ書こうとするとジェンバンクに入れないといけないっていうので、まあ、両方、登録してる場合なんですけど、ボールドは一応そのジェンバンクからデータ取り組みをしてるので、まあ、それらが一緒であるっていうふうに見なせて、出たらいいんですけど、この場合はダブルで登録された上にジェンバンクからさらにボールドに取り込まれているので、データが3つあって3つを一緒にしなきゃいけないっていうのは、難しい例になっています。で、データベースごとにいろいろ書き方が違うので、それらもこう、統合しなきゃいけないし、別の ID も振られていて、ちょっとなかなか難しいっていうような例をここで、挙げているわけですけども、実際そのジェンバンク中の生物多様性のデータと結びつくのがどうなっているのかっていうのを見たのがこれで、昆虫の DNA 配列がだいたい350、60万件かな、入ってるんですけど、その7割ぐらいが遺伝子 ID がくっついていて、しかも半分ぐらいがバーコードだっていうことが、まあ、今回、調べて、わかりました。で、さらにこの、こういう DNA バーコーディング、最近魚で、環境 DNA とか eDNA とか言いますけど、よくやられていて、で、その魚で同じようなことをやってみたんですけど、まず、まあ、ボールドのところに27万件ぐらいデータがあるうちの半分ぐらいは、まあ、ジェンバークに登録されたのを取り込んでましたと。で、じゃあ実際にどのくらいの種数が、同定できるのかっていうのを調べたのが、まあ、この辺になっていて、NCBI タキソノミっていう生物のデータベースがあって、だいたい4万件ぐらいとか、これは、なんとか属で種まで分かりませんっていうのが入っているので、ちょっと種まで分かっているので見ると、だいたい2万1000件ぐらいあるうちの、ボールドを見ると1万5000件ぐらいあると。で、そのまま弁別するとこんな感じで、これで言いたいのが、この界隈、その特に分子生物学の人は、ジェンバンクをよりどころにしちゃうんですけど、ジェンバンクだけではダメで、ボールドに、ジェンバンクに入っているのと同じぐらいの、まあ、種数のデータがあるので、ちゃんとボールドも見ないとダメですよっていうところは、まあ、この辺に、書かれているわけですけれども。で、さらに自分らでちょっと博物館標本をシーケンスするっていうのもやっていて、まあ、これあるキノコの例なんですけど、これ世界で最も一般的なキノコの一つで、東南アジアでは食用にもなってるんですけど、実はなんか呼吸器疾患の原因にもなってるんだけど、その原因がよくわからない。で、まあ、世界中にあるんだけど、その多様性がいろいろ高くて、同じのが、こう、世界中に一様に分布してるわけじゃなくて、なんか地域差があるんじゃないかみたいなところがあって、そういうのをちょっと試してみようということで、自分でやがて採集した株であるとか、科博の標本とか、あとその、臨床株っていうんですか、患者から取ったものをシーケンスして、比較をしようというふうに、しています。で、これは、まあ、ロイス・ディース・ジョイントの方で、いろいろ、まあ、申請をしたところですね、菌類のアッセンブル難しいんじゃないかっていうふうなコメントもついたんですけど、実は、その辺は割とクリアしてて、かなり順調に進んでるんですけど、まあ、このご時世なのでなかなかそのサンプリングであったりとか、あたりがちょっと難しいっていうのと、あとそのなんか菌類には糖が多くて、なかなか DNA の抽出が難しいっていうちょっと別のところで、難航しているという感じになっています。ということで、まあ、今回いろいろ、ミゼオミックスというか、その生物多様性データと、あとそのバイオインフォのデータの融合についてお話をしたんですけど、まあ、せっかくなので、DS 全体の回ですので、ちょっと他の
データ、他のセンターのとの関わりを自分なりにちょっと考えてみたんですけど、時間ないので、この一番左のだけ、見ますとですね、この人文学オープンデータのセンターがあるわけですけど、ここだと昔の日本のあの巻物みたいな感じの、崩し字認識っていうのを、まあ、AI 技術とかを使ってやってるわけですけれども、まあ、これを使ってですね、例えば標本のラベルこう手書きとかのがあるので、読み取ってもらうと非常に楽だし、あとこう下に、これ水俣熊楠の、菌類図譜っていうのがあって、まあ、昨日この絵とともにいろんな文、コメントが書かれてるわけですけれども、まあ、こういうのが、データ化されると非常に便利だったりするので、まあ、なんかこんな感じで、この生物多様性の方のデータも、今のこのデータサイエンスの、一つの分野になっていけたらいいかなということで、まあ、今回のご紹介とさせていただきました。私の発表以上になります。ありがとうございました。